はいどうもピオキングです。今日はみんなでバトルやっていきましょう。そして今ですね、僕のレートは4988なんですよ。あと1回勝てれば念願の S プラスに到達することができます。もう最初1戦目のこのバトルで勝つことができれば、もう動画始まってすぐ S プラスになれるっていうね、もう最高の動画になるわけですよ。ということで最初の1戦目はね、めっちゃ集中していきたいと思います。キノピコがめっちゃ強いけど、まあ、そんなんいい、もうそんなんどうでもいいもう勝ちに行こう。あと1回、あと1回。おバトル用コースじゃん。やった、これはね平等にバトルができますよ。よし、で最初どれにしよう。じゃあ一番上に行こうか。皆さん応援しててください。あーでもリンク苦手なんですよね。よし、オッケー。でこれ走っていこう。おっいけいけいけ、やばい、早い。待って、ここここ、このこれきつい、やばい、いっちゃ遅い、いっちゃ遅いけど、これ非常にこれ非常にまずいね。なんであそこでヒップドロップできなかったんだろう。ここで下ボタンでしょ。そう、分かってたんですよ、分かってたけど、まあまあこんなこともありますよね。まあって言っても、まあ、4981ってことはこれでもね、あと1回勝てれば S プラスになれるんじゃないかな。レートは19ぐらい増えるよね、1回勝てば。多分増えると思うんですよね。これなんかスーパーマリオブラザーズ3の最初のステージとめっちゃ似てるね。もしそうだったらチャンスですよ。あ待って、危ない。よし、オッケー、いける、オッケー、ナイス、しゃがみジャンプ、今見ました、結構上手かったんじゃない。でこれは走っていく。よし、オッケー。待って、これめっちゃチャンス、めっちゃチャンス、これはものにしたい。これ取れるよ、これ取れるよ、いけるよ。ちょっとラグラグよし、これいけるよ。よし、このまま走っていこう。ジャンプ結構差あるね、マリオとの差あるけど、ちょっと待って、これジャンプしていこう。よし、もう当たっていい、当たっていいと思ったけど意外と当たらなかったね。待って、ゴールじゃないの、マジかよ。ここでドカンか、まだあんのか。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、これは一人用コースでもないね、一人用コースかと思ったわ。よし、でこのまま走っていく。これはなるべくね、ジャンプしないように行こうか、下が見えないから。もうちょっと待ってくれ。いや、キノピオが来てる、キノピオが来てる。よし危ない、早く早くゴールを追ってくれ。マジかよ、バカやべえキノピコこっちはね滑ってんだ、甲羅なんか食らわねえよ。よし、このまま上がっていく。よし、これ上でいい。待って、めっちゃ狙ってきてる、バカやべえ自分で当たりやがったな。そろそろねゴールあってもいいと思うんですよ。ここはね落ちないようにね慎重に行こうか。でジャンプして、ブロックジャンプ、いいね。待って、キノピコが速い、マジでめっちゃ速い。下のキノコに乗る、オッケー。でここは土管に入る。よし今のところノーミスできてるけど、やった。これ S プラス確定じゃない、ねえみんな確定ですよね。よし、ここでジャーンプ、オッケーやった。マジでこれで念願の S プラス達成。皆さん見ておいてください、これがねピオキング S プラス誕生の瞬間ですよ。いやー長かったな、ほんとめっちゃ長かった。あと 2? いや、あと2でもあと200でもあと2万でも S プラスまで僕が頑張り続けますよ。もう一回勝てばいいんでしょ、もう一回勝てば。ほら見て、みんなでバトル4人で対戦、はちゃめちゃレース対戦、ここで勝ちましょうね、ぜひ勝ちましょう。ここで勝って気持ちよくね S プラスになろう。よし、それじゃあ僕はマリオですから赤の土管に入ろう。よし、オッケー、絶対譲らねえマリオの赤はね。よし、マリオ主人公はマリオっていうことを見せて やろうじゃありませんか。よし、これ左、何？降りた方が早いの、こうやって。なるほどね。で左、次は次は右か。待って、弟よ、待ってくれ弟早いな。よし、いや、いける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 、これは勝てる。
ちょっとあのキノピコたちがめっちゃ速い気がするけど、よし、オッケーで、ジャンプ、よしで、この力ブロックがめっちゃ待ち遠しいけど、このまま当たっていこうか。で、キノコ、よし、で、このしゃがみジャンプで早く行こう。このまま、みっ、おおびっくりした。ガリガリ君は、ガリガリ君じゃねガリガリ君じゃねあー、まあね、下 B でくぐってってキノピコ早いぞ、めっちゃキノピコ早い。まずこれ取られる、あ、取られる、取られた。いや、まだわからん、まだわかんない、まだわかんないぞ。ゴールはまだわかんない。よし、待って、キノピコ、ここでキノピコ馬、よし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 、来た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 、よっしゃやったやった、え、Sプラスじゃん、これもう確定や、もう絶対確定や。見てください、このエスプラスをやった、スクショ撮ろう。あ、スクショどうやったっけ、スクショ撮れんやった。前の動画でエスプラスになったらどんどんレートを伸ばしていってほしいっていうコメントがあったんで、このままね続けていきたいと思います。さて次はね、まあもちろん6000ですよね。でエスプラスになったらまあいくら増えるんだろうね、勝ったら。キノピコ連れてってくれてる、やった、よし、キノピコ一緒に行こうキノピコ、キノピコ頑張ろう。おー、投げられた邪魔だったんだろうね。で、これは一番右に行こっか。そしたらマリオが先にいるな。待って、これパック気をつけようか。うまいな、あのキノピコしゃがみジャンプなかなかやるね。で、このまま左か、よし、で、次右で、中間ポイントゲット。なるほど、ここで鍵がいるのね。鍵を持ってこよっか。これどっかあるんじゃないの、このドアの中に。こっち行ってもね、なんかキノピコとマリオいるからちょっとやめよう。真ん中に行こう、真ん中に行ってみます。こっちは誰もいないしね。こっち難しくね、ちょっと待って、こっちトゲメットトゲメットめっちゃいるじゃん。で、キノコ、キノコはいらないんだよな。鍵が欲しい、来た、鍵。え、あ、4つ、ピンクコイン4つね、全然見てなかった。ちょっと待って、キノコ欲しい、キノコが欲しいけどキノコないね。めっちゃ神秘的なんだけど音楽がね。あと2個か、あと2個ってことはこっちに1個ありそうだよね、一番右に。あ、待って、落ちる、ごめんマリオごめんマリオ、僕が邪魔でしたね。それじゃあ2つ目取って、2つ目と思ったらこれで全部か、オッケー。待ってよルイージ、絶対やらねえからな。あちょっと待って、ルイージ全然働いてないやん、ルイージ全然働いてないやんルイージ、スプラス負けたらレートいくつ減るんだろうね。 S に戻りそうじゃない。うわ、あと10、ちょっと待って、きつ、 S に返り咲きしそうバトルランクが初めて S プラスになりました。最強スーツを手に入れた、キヨね、キヨや。 S プラススーツってあのマッチョのやつでしょ、着たい、ぜひ着たい。さてこれ以上負けるわけにはいかないな。1の C ポドブプラフなんとか、いいね、ニューマリノスキンじゃん。僕ニューマリノスキンが一番得意なんですよ。これはね、キノコ取っておこう、キノコじゃないなこれ、フラワーね、フラワー取っておこう。ここなんかね結構敵が出てきそうだから、よし、フラワー取っておいた方がいいと思うんですよね。で、このまま渡っていく。そしてこれはこのまま走っていくでいいか。キノピオがねなんか順調にいってるんですけど、おっ、やったやったやった、よし、チャンス、これはチャンスよし、中間ポイント、まだ一人ですね。このまま渡っていこうか、落ち着いていこう、これは落ち着いていこうか。まだねみんな後ろに来てないからそんなに急がなくてもいいはずです。よし、まあいいまあいいまあいい、クリボ、クリボじゃない、カキボ、オッケー。え、全然来てないで、みんなねえ。あ、ルイージが来た、弟が来ました。弟には負けるわけにはいかないんですよ、兄としてね。そしてこのゲームの主人公として弟には負けるわけにはいかない。よし、ナイス、よくとどまったなピオキング、オッケーそろそろゴールがあってもいいと思ったけど、ここでクッパじゃない、マジかよ
うそ、マジかよ、これ来るじゃん、もうルイージ来るじゃん、ほら来た、やっぱりね、もうこれだからボス戦は、あー待って、危ない、いや、まだ勝てる、まだ勝てますよ、よし、え、キノピコ、キノピコか、まずい、ちょっと待ってくれ、ああ今クッパジュニアいなかったら絶対勝てた、ねえ絶対勝てたよねこれだから最後のボス戦はね、まあ逆に自分が2番手3番手で前の方がね戦ってくれてたら嬉しいけどね、これで負けたら S に返り咲きます、マジで負けるわけにはいかない、マジでこの記録欲しい、そして OK と思ったけど、これ上から行こう、俺は上から行きますよ、みんな下から行ったけど、嘘マジかよ、一人で何やってんの、ちょっと待って、下行こう、もういや、まだね、負けは確信してませんよね、まだ勝てるチャンスあるかもしれないからね、嘘、これ鍵いるパターン、ちょっと鍵一応取っていこうか、しょうがねえな、もうみんなのために鍵取っていくぜ、このピオキング S に下がっちゃったいやせっかく S プラスになったと思ったんですけどね、次回また S プラスに戻してみせますよ、それじゃあ次の動画もまた見てね、この動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします、そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております、最後までご視聴ありがとうございました、それじゃあまたね。